送り花火。縁側に座り、下駄をゆるく履いた足をぶらぶらと揺らしながら、父上の帰りを待っている。夕方に花火売りから線香花火を買ったけれども、母上は父上が戻ってから一緒にやりましょうと微笑んだ。湯飲みの麦湯を飲み、小皿に盛ってある塩をひとつまみ舐めて、後に麦湯をまた飲む。新月の今夜は星が降るように瞬く。後ろからぼーっと淡い光が身を包むように広がる。丸あんどんに火を入れたのだ。玄関から戻ったぞと父上の声。下駄を放り出し玄関に走る。花火をねだる俺に困った笑いを浮かべながら、せめて水漬けなりと食わせてくれという。各屋に刻んだ古漬けで水漬けを2杯食べた父上が、どれと言って丸あんどんの火を吹き消した。こよりのように細くよじった花火に火をつける。じっじっじと煙とともに火の玉がぐつぐつとしている。いい匂いだな。火薬の香りだな。そうですか。私には火槍の煙と混じってどちらがどちらの匂いだかわかりはしませんよ。火の玉からちっちと松葉のような火花が散った。わあと思った時に煙が目に入り、痛みにまぶたを閉じた。しばたたき涙を流して後に見た花火は、前の松葉の火花を次の松葉が追いかけるように、次から次へと火の玉から飛び出す。花火を待つ俺を、三つになる娘を抱いた女房が微笑んで見ている。いいものですね、夏の夜にやる花火。俺は昔から線香花火が好きでな、二親によくせがんで買ってもらったものだよ。まあ、あの厳しいお父様が。ふふ、母上が心得たもので、冷やした直しなんぞを飲ませれば機嫌よくなって、花火と俺の面倒を見てくれたものだよ。まあ、ほっほほ。つまんでいた花火の火種が落ちて闇に染まる。足元にある花火を一つ取り、火をつける。ぐつぐつと火の玉が歪み、松葉が散る。17になる娘。この秋には嫁に行く娘の瞳に勢いが落ちて柔らかく流れる柳の葉のような火花が映っている。お父さん、私がいなくなるの寂しい？寂しくないと言えば嘘になるな。私は寂しいわ。この家、お父さん、お母さん、弟妹。そう言って涙ぐむ。婿殿は優しい人ではないか。ええ、と言いつつ涙をこぼす娘の顔が花火に照らされた。釣られたのか目頭が熱くなり、ぐっと目を閉じ涙をやり過ごした。ああ、起きました。旦那様が起きました。身の回りを世話する者の半泣きの声がする。腕を上げようにも重く、声を出そうにも息が喉を出ていかない。あなた、苦しくはありませんか？お水なりと飲みますか？女房の声が聞こえる。ぼんやりと明るい中に動くものがある。どうも女房らしい。声を出すがかすれた息しか出ない。布団から手を取り出して握ってくれたのだろう。人のぬくもりが手のひらに心地よい。引き出しに花火、線香花火。そういうのが精一杯だったが伝わったと見えて、手が離されて室内を動く音がする。しばらくすると線香花火の火薬の匂いが漂ってきた。あの香り、あの音。俺は目を閉じた。